相手さんアイナだったら、攻撃力が5になる。で進化して7。いや、こっち勝つんじゃないか。これいけるんじゃないか。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重。プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。さ、やっていきましょう。お相手さんは、わー、ドラゴンさんですね。並べるのを得意としているロイヤルさんとしては、フェイスドラゴンの、ポストキーゴールド、アイナが怖いところではございますが、まあ先行引けたってところはいいでしょう。まあ盤面の取り合いを意識するんだったら、レイサムさんはいらない。リオードさん。リオードさんに、エンハンス5での、白人の剣舞強いので、ちょっとそれまで出したいところではある。レイサムさんが帰ってくる。よろしく頼む。よろしくお願いします。クイックブレイダー行きましょう。お相手さんがこれでアグロが同じ、なんていうの、アグロ型だって勘違いするならば、もしかするとゴブリンとかじゃなく、まあ手札にない場合はね、使徒だったっけな、あ、信者だね。無別の信者出してくれました。取っとくのもありだけどな。ここはリオードさん、これは取らないで相手のリーダーで殴りましょう。どうかな。2コストでめんどくさい動きっていうとバイロン、あーらら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 こいつは参ったな。一応相手いるで、4コストで持ってくるやつっつったら、リーシャさんなんですけども、次の動きがないね。次どうだろう展開。レイサムさんとセリア5ターン目はまあリーピアマスターとリーシャって動きがほぼほぼ確定ではできるんですけど、どうかな。もし無別の演奏を持っている場合は2コストのフォロワーはめんどくさいやつだしな。あ、これ持ってるタイプだわこの間は持ってるわ。困りましたね。無別の信者、違う、従者だったらば、まあこれは展開しておきましょう。レイサムさんはエンハンスじゃないな、アクセラレートじゃなくてね、その8コストとして使った方がまあいいんですけど、とにかく序盤6コスト PP6 までは展開し続けて、相手に盤面の処理にも回らせるっていうのも一つの手。お相手さんここで強いのは何だろうな。バイロン、ああやっぱバイロンは持ってると。有効選手か、ゆえに超えた。何を超えたんでしょう。こいつはどうするか。盤面は埋まってるので、残り 2PP で変なことしてこなければ嬉しい。無別の演奏2枚目とかねえよな。そんな分回ってたらたまらんけども。だってあれだよね、無別の演奏あったら、いや、そっか、どちらかというとフォロワーを優先的に置いてくると思うので、ベビーには使ってこない。首飾りが手に入った。奪うんだよ。ナイトは取ってくるか。あー、そっちで取るか。そうか、守護の突破やりたかったんですけどね。オリーシャさん2枚目。あー、だったらこれあれですね。まずこのターンはリーシャとレイピアマスターで全然いいんですけども、ここはこれですね。リオードさん進化して、アサシン取っておきましょう。悔やんでも遅い。これはそうだね、こっちで終わらせる。でこうして4点ダメージ僕のリーダーに取ってくるかなとも思いますけど、お相手さんは除去したいフォロワーが多すぎるでしょう。レイピアマスターくらいじゃない。無視したい、無視してもいいの。必殺のナノもめんどくさいでしょうし、どうだろうねこれ。お相手さんはフェイスなんですよ、もう完璧にフェイスドラゴンなんで、もう次並べるのはほぼほぼ無理なんですね。アイナが怖い。ここでガルミーユ進化したとしても、そうだな、お相手さんが少し盤面の除去に回らない限りは、ここでこの今敵さんの盤面にいる2体が進化して殴ってきたとしたら、なかなかやばい状況ではあるんですけど、
ドラグーン、これは竜の翼じゃないしぶきよ。ってことは何なんだこれ。じゃあ何なんだ、どうするんですかね。 D 社は残したくないと思うんですよ。さて本気を見せようかと。ルトウルトラデラックス盤面に付き合ってくれるんだったら嬉しい。さてどうですか、ベビーを当たってナノに当たるか。当たるんかーい。あかん。あかん。あ、リーシャさん来るね。いいんだけど、リーシャさんをここはアサシンで進化して、あ、どのみち進化権は切れるね。まあとにかく全力はしておきましょう。盤面にいっぱいフォロワー並べてしまうって手は本当に嫌なんですけど、致し方なしと言ったところか。もし次ここでアイナが飛んできて、そうだね、僕のリーダーを攻撃してくるかな。盤面の取り合いにはかなり有利な、下手すぎてリーサルじゃない。いやでも17点削りきれる。お相手さんアイナだったら、攻撃力が5になるで進化して7。いやこっち勝つんじゃないか、これいけるんじゃないか。まず盤面で、90、11、セリアで黒くなって回収して、11ってのが残り6ダメージ与えられればいい。あ、やばい、めんどくさい。やばいぞ、この計算、めんどくさいぞ。お相手さんフォルテ、これ進化してきます。あ、進化してくるか。そうか、そうか、進化してくるのか。白人の剣ブーして、あ、あーん、勝ちだったーやつー。レイサムさんいらないというか、レイサムさん出す余裕がないといったところで、これあれですね、最初のなので、あの除去してなかったら普通に勝ってたというか、まあ、勝てたけど、うん、まあ今の環境でフェイスドラゴンに勝てるってめったにないよ。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。